やっぱ自動車部らしくエアコンはついてないので、このテント装をしたくて紫色にしたいんです。女子自動車部愛車紹介のコーナーです。はい、始まりました。ひろきさん、暑いよ今日。いや、どんどん暑くなってますね今日ね。暑い、もう、はい、帰ろうぜ。はい、いや、ダメです、ダメです、ダメです。はい、そんな中、またね、暑い車を今日はご紹介させていただけるということで、法政大学の首相さんでいいんですかね。もう書いてあるもんだって、はい、書いてある。自己主張が強いですね。自己紹介お願いします。伸ばしてるから、はい、法政大学4年で首相やってます、吉川芽衣です。お願いします。お願いします。で、今回はなんと、まあ、自動車部といえば俺個人的に DC 通貨 EK9 しかないって言って、そうですね、そのイメージありますね。で、今回ははい、EK9 でございます。 EK9、 はい、ついに来ました EK9。 はい、でも割と綺麗だね、自動車部にしては。はい、うん、超綺麗。なんで法政カラーですね、この黄色入ってるのって。そう、まあちょっとなんか塗装がサイドリップないですけど、はい、これ何があったんですか。これはちょっと自分たちは何代目だ、4代目くらいなんですよ、この車。法政大学に来てから何引き継がれてるんですか。あ、そうですね、まず全日本車両だったんですけど、はいはいはい、それを、結構上の代の先輩が買ってきて、はい、で卒業したら現役に売って、卒業したら現役に売ってっていうのをどん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 続けていって、自分たちが4代目くらいに買ったので、はいはいはい、その前オーナーか前前オーナーか分かんないですけど、その方の趣味です。まあでも綺麗ですねこれ。だって屋根も全然ベコベコしてないし、自動車部で横転してないって珍しいんじゃないですか。そうですね、結構塗装も上の方とかそのボコボコしてきちゃったんですけど、うん、綺麗にしてもらいました。あ、そうなんだ、はい、いや、なんか自動車部の車とは思えないほどなかなか綺麗な個体ですけど、これちなみにこだわりポイントは。こだわりポイントはまあ自分でつけたわけじゃなくて、その何年も何代も継いでる先輩たちから の、はい、それも一緒に引き継いだんですけど、はい、やっぱ自動車部らしくエアコンはついてないので、この扇風機が可愛いポイントかな。いやー、わかる。ちょっと扇風機見てみましょう。扇風機、はい、いいですね。でも割と綺麗じゃない、内装も含めて。そうですね、内装結構全部残しといてもらえてたんで、うんうん、そこはありがたいなと思います。いいじゃないですか、はい。これ仕様としては、全日本車両ということで、どのあたりをいじられてるんですか。これ実は共同所有でして。え、何人で所有してるの。3人で所有してて、で自分のところにその買わないっていう風に先輩に聞いてもらったんですけど、ちょっと自分一人で買って維持できる自信がなくて、なんで何人かで一緒に買おうよって言って買った車両なんで。なるほど。他の2人に結構いじる中身とかは任せっきりなんですよね。ちなみになんか今日1人いるんだよね。あ、今日1人います。じゃあぜひ共同所有の、はい、爽やかな青年がやってまいりました、はい、メカニック、メカニックですね、はい。この車は何をこうチューニングしてるっていうか、パーツ入れて変えてるんですか。特にそんなエンジンとかバッチリいじってるわけではないんですけど、うんうん、足回りと、あと、まあ、そうですね、デフが入ってるぐらいで。じゃあ本当、じゃあジムカーのやる分にはもう全然それだけで十分ですね。はい、そうですね。強化品だと、まあ、エンジンマウントとかミッションマウントは全部強化品になってるんで、まあ、かなり強振が。ああ、まあね、ビリ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 、ね、そうですね。あと、クロスミッションが入ってて、はいはい、134が ATS のクロスミッションなんですよ。まあ、なので巡航がかなり、めっちゃ燃費悪そう。悪いです、ね、昨日もちょっとだいぶ燃費悪くて、はいはいはい、7キロいかないぐらい。マジ で、はい、そうです、相当クロス、すげえな。まあまあジムカーのスペシャルですからね。そうですね。この車もじゃあ、はい、今共同所有されてるってことですけど、卒業するときはまた後輩に受け継がれるんですか。どうなんですか。そうですね、でももうちょっと競技やりたいかなと思ってるんで。なるほど。自分はもうちょい綺麗にしてから。あ、そう、ね、ならそういう形にしたいですね。確かに、でも十分綺麗な気もしますけどね。まだまだやりたいことたくさんあります。おー、いいっすね。テント装したくて。お、そう、こんだけ綺麗なのに紫色にしたいんです。紫色か、後輩かわいそうだなうわ、めっちゃ目立つじゃんみたいな。自分はめちゃくちゃ嫌なんですよね。あー、なるほどね。自分ともう一人共同所有してる子がその紫にしたいって
ってて、あとなんかキキララのイタシャにしたい。あ、キキ、なんか大阪にいないキキララのイタシャにしてる人なんか俺知り合いでいた気がするんだよな。そうなんですか。キキララさんって名前でいるんですけど、はい、明るめの紫に全塗装して、うん、もうラメキラキラにしてキキララのイタシャにしようっていうのを二人で言って、もう猛反対して、まあ猛反対が正しい。たまたま多数決取ったのがちょっとおかしい感じですけど、ね、そう、多数決で勝ってるんで、はい、確かに間違ってな、間違ってはないと思うけど、まあ、残念ながら多数決で負けてるので、多分これはね、もう自然と紫色になりますね。あのね、完成した時はぜひね見せていただきたいところでありますけれども、はい、じゃあせっかくなんで、あのエンジンルーム見てみますか。そうですね、はい、はい、またこ の, あのバンパーちょっと気になりましたけどね。バンパーはね、はい、サイドアップで止めてるんで、 あんまりあの地理が合ってないっていう、 あのここにいる首相が縁石に引っ掛けて止めてる。首相怒られますよ、怒られますよ。首相ですよ。首相が今ちょっと、ね、首相が壊してるんですよ、ね、あの終わった後調べるんですよね、我々、はい、こちらで何とかしてきます。あれ軽っ。そうですね、FRP。 あ、本当だ、 FRP だ、はい、結構あのもう来てて、そこがあのあまり、これ大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ一応押さえておきますね。ミシミシ言うんだけど、ミシミシ言ってますね、はい、本当だ。え、これ誰のせい。首相のせい。これはもともと、あ、もともと、あ、首相のせいじゃなかった。そんなに全て壊してるわけじゃないんですけど、一部ね、一部破壊、はい、なるほどね。おー、なんかいいですね、使い込まれてる感がありますね。すごい、あの結晶塗装が全部剥がれてますよ。見てくださいこれ。もう赤かったとは思えない。へー、まあでもまあでもかろうじて動いてる。あ、なんかこれ大丈夫ですかこれ。ヤクさん、やめてあげてください。これ大丈夫ですかこれ。なんか自動車部の車はそこ止まってるの見たことない。あ、そうですか、はい、なんか他の自動車部に怒られないですかこれ見た。あ、そんなことねえよみたいな。いや、もう多分みんな止まってないよね。あ、ほんと。いや、わかんないけど、ほら、わかんないけどね。うちの大学は止まってないです。あ、止まってないんだ。こういう感じで平らと。あー、でも EK9 とか最近部品高くない？大丈夫？もう出ないですね。出ないよね、ほとんどなくて。あ、オイルシールとかもかなりあのなくなってきて、その純正で出してるんじゃなくて、その例えばあの社外の方で出してるのも買うしかないとか、うんうんうん、そういう形になってきたので、結構壊れたら修理がめんどくさいです。そうね、はい、いや、なんかすごいな、維持してて。だって自分が学生の時は、学生の時も EK9DC2 だったから、うん、さらにそこから10年ぐらい経ってまだね、このマシンが、そうですね、そうそうそう、ずっと現役ですよね。一線でやってるわけだからさ、はい、すごいね、うん、すごい。それだけでも次の部車は これにしようとかないですか、新しい車、うん、やっぱ EK9DC2 になります。規定が変わっていくので、多分 B 型のエンジンはもう使えないんですよ。そう なので、まあ、次はスイフトとか、うんうんうん、あとは、まあ、お金があればロードスターとか。あ、そうね、そうですね、そういう形になってくるとは思います、はいはい、そうだ、規定変わった話俺も聞きましたけど、うん、あれなんかかわいそうっすよね。自動車部ってもともと金がないものなのに、なんで金をかけさせて車を買えさせるんだっていうのは思いましたけど、うんうん、そう、乗ってるとこのさっきみたいに部品が高いじゃないですか、うん、だからこの車をずっと維持していくことの方がお金がかかるから、うん、もっとなんかパーツが出る安い車でやろうみたいな趣旨らしいですね。でもあれでしょ、ぶっちゃけさ、安くて物も出てこれより早かったらみんな乗り換えるけどさ、多分乗り換えない理由としてまだ EK9 と DC2 のポテンシャルが高いから乗り換えられないっていうのもあるんでしょ、まあ、いや、それも問題だよね、まあ、皆さん競技でやってますからね。いや、そう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 、はい、そこが難しいところだよね、うん、その超えてくる車がまだ出てこないっていうの、うん、その値段的な話、うん、はい、ということで、はい、補正自動車部コーナーでしたけど、はい、どうでしたか実際に、はい、山中さん。いや、あの自動車部らしさが出てるところがエアコンないのはやっぱり、ね、エアコンないとか扇風機があるとかね、あ、はい、まあ、今日 ね暑いんで特にね行き帰り大変だと思うんですけど、確かに、はい、まあ、今回もありがとうございました、はい、またぜひよろしくお願いします、はい。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。